2024年に歌手デビュー25周年を迎えた沖縄の歌姫夏川りみが5月に配信リリースした最新曲詩歌歌をファンの熱望の声に応えて2025年1月29日水曜日に CD リリースすることが決定した。収録曲には5月に配信された作詞相川めぐみ、作曲平井夏実、編曲生活により制作された詩歌歌のオリジナルバージョン。現在絶賛放送されている天霊会館の新 CM ソングとなっているハレルヤありがとう、そしてデビュー25周年を記念した全国ツアー夏川りみ25スアニバーサリーコンセールツアー旅ぐくる2024で披露されている詩歌歌ピアノバージョンが来場者の間で話題を呼び、ファンの期待に応える形でレコーディングスタジオにて一発レコーディングした音源を収録。さらに3曲のカラオケ音源も収録された合計6曲入りのニューシングル CD 購入予約がスタートしている。リリース情報ニューシングル詩歌歌2025年1月29日水曜日 CD リリース https://www.jvcmusic.co.jp/.lincall/.vicl/.3776.html 収録曲 M1 詩歌M2 ハレルヤありがとう天霊会館新 CM ソング M3 詩歌歌ピアノバージョン M4 詩歌歌オリジナルカラオケ M5 ハレルヤありがとうオリジナルカラオケ M6 詩歌歌ピアノバージョンカラオケライブイベント情報夏川りみ25スアニバーサリーコンセールツアー旅ぐくる2025年01月13日月祝岡山新見文化交流館学び広場に意味大ホール会場14時30分開演150002月15日同東京ルネ小平会場15時30分開演16000 3月02日日沖縄石垣市民会館大ホール会場17時開演17時30分ツアーファイナル公演ツアーに関するお問い合わせチケット電話受付オフィスラーグ03から3505から7860平日12時16時ラルティマバーチョアンの24リミ夏川25スアニバーサリープレミアムクリスマス2024年12月22日日東京恵比寿ザガーデンホール会場16時開演17時